メガドンキホーテ2位大口店は愛知県庭郡大口町にある UD リテール株式会社のショッピングセンターである。山崎マザック、大熊、豊田防食など多くの工場が立地する工業地帯大口町を中心とする尾張北部の市場を証券とするショッピングセンターで港南市梶野町の市街地にあった旧ユニー江南店の閉店後、後継店舗として 同郷宝石工場跡地にアピタ大口店として1998年10月にオープンした。イオンモール不装開業など当店と証券が競合する大型のショッピングモールが出現し競争が激化した。これに対応するため2020年1月3日改装のために直営売り場が一旦閉店している。同年3月24日、ドンキホーテとユニーのダブルネーム店舗 メガドンキホーテー大口店に改装され、UD リテールが運営を引き継いだ。同店2階には、P グループでは、初となる、医療品の余剰在庫を買い付け販売する、オフプライスストアの1号店、オフプラメガドンキホーテー大口店が導入されていた。おおよその証券は、大口町、扶桑町、犬山市と、港南市の東部、南部、小牧市の西部、北部となっている。 そのたてなんとは、ショップガイドを参照。アピタ大口店に関するカテゴリー。ありがとうございます。